30分に再びお目にかかります。まあなんとお幸せそうなご家族の写真です。今日のお客様一番左側ですけど、坊ちゃんとお嬢様いらして、お美しい奥様とということで、市川染五郎さん、今日のお客様です。どうよろしくお願い申し上げます。歌舞伎俳優でいらっしゃいます。新しい歌舞伎座になった時にご案内いただいたんですけど、いろいろ見せていただきました。どうも本日はありがとうございました。この間の歌舞伎を私は拝見いたしました。はい、明智光秀の、あ、はいはいはい、で非常に美しい、あの若い、はい、十次郎、そう、はい、随分綺麗な、あの、はい、若武者でいらっしゃいました、ね、拝見いたしました。どうも。それであのあれですね、あのこの間お父様の、松本幸四郎さんとお母様の典子さんとご一緒にこちらにおいでくださいまして、はいはいはい、なんだか皆さんお宅はそうでこういう感じそうなのよ、こういうツーショットもこういうなかなか新鮮ですね。そうでしょう、こういう綺麗にしてしてね、これそうお父様とお母様出ていただいたんですよ、はいはい、うん、だからね、お宅は本当に何かにつけて皆さん出ていただいて、いやもう本当にたくさん出させていただいて、そうなんですよね。でも本当にでもあれですよね、あなたのお母様はあの子育てが上手なので、あなたのお子さんたちのことなんかもとっても上手に見てくださるんですって。どうですかね、でももう体のことを気にするというか、本当に母として、存在し続けてると言いますかね、あのそういう距離感が、ありがたいと思ってますけど。そうですってね、はい、あのとってもあのなんかテキパキと、なんかいろんなご飯のことなんかもなんかしてくださることがあるってね、はい、いう話も伺いました。それから幸四郎さん、その関係はどうです、うまくいって。はいですね、もうこれほど子供は可愛いと思うもんなのかっていうぐらい、その孫に対しての対応といいますかね、接し方っていうのは、本当にもうこんな笑顔はあまり見たことないっていうぐらい、あなたに見せてくださったのとは全然違う顔ですと、たまに一人で行くと、あ、今日は一人なのっていうぐらい、う連れてこないのっていうぐらいな感じで、本当に可愛がってらっしゃるね。でも面白かったら、さっきのあなたのお父様とお母様のお二人の写真をご覧になったら、おお、なんか新鮮だとかっておっしゃってた。そうそう、これこれね。でも大変だったって、あの、ラマンちゃんの男なんかを、あのブロードウェイで本当に英語でなすったじゃない、はいはいはい、あの時なんかもう本当にね、大変だったと話も考えました。いろんな経験をしている中で、結婚したばっかりの時とおっしゃる、確かにね、はい、うん、それであのおたかお子さん2人いらして、さっき写真に出てご長男が、はい、金太郎、あ、これですね、ございます、松本金太郎さん、はい、金太郎、もう初舞台を踏んでおりますけど、そう、はい、もう初舞台もなさった、はい、下のお嬢さんが、はい、あ、松田美ると、まあ、芸名はそうつけてありますけれども、ね、はい、この子もぬいぐるみ持ってます。はい、これあのこの松田っていうのはね、はい、あなたが松田聖子さんが好きだから松田っていうのを好きだ、好きだ、そうですね、まあ、あの、まあ、音楽という道にね、興味持ってくれるといいなというそういう、まあ、思いも、込めてなんですけど、あ、そうですか、やはりそれにはやはり松田聖子さんみたいなね、なるほど、ものをもきたくさん聞かせて、見せてというふうに育てておりますので、不思議ですよね、だってあそこにいきなり松田って出てくるでもほら松がどこかに入ってるかなんだと思うんですけど、考えてみたら松田って思ったら松田聖子さんだそうですね。それじゃあここであの坊ちゃんとお嬢さんと実は今日ね、ついてらしたんでね、はい、出ていただいてもいいかしらって言ったらね、はい、あのいいっていうことになってるんですよね、お二人のお子さんちょっと呼んでいただいていいですか。はい、じゃあちょっとお邪魔させていただきます。はい、いっくん、くんちゃん、はい、どうぞ、あ、どうぞ、あ、恐れ入ります、そんな閉めてて、どうぞこちらに、あ、はい、こんにちは、こんにちは、よくいらっしゃいましたじゃあちょっとコマーシャル挟んだそこ座っていただきますね。それではあの市川染五郎さんのご長男松本金太郎さん、はい、それからお嬢さんの松田美瑠さん、よくいらしてくださいました。よろしくお願いします。なんか一くん、くんちゃんとかっておっしゃいましたけど、はいはい、なんで、あ、まあ、あの金太郎はあの本名が五木というんで、あ、そうなん、それがとって一くんで、うん、下は、くんちゃんはかおる子って、あの風かおるのかおるっていう字なので、それはまあ音読みしてくんって
ていう字なんです。可愛いってでもね、一瞬でくんちゃんって、はい、で、まあ音楽、じゃあ聖子さんのような音楽はお好きのようですか。音楽好き、音楽好き、はいって結構、まあ、まあ歌ってるか喋ってるか泣いてるか寝てるかだね。あ、そう、何年、あ、ごめんなさい、あなた、あ、ごめんなさいね、ミミさんは何年生だっけ。はい、2年生です。そうですか。あの金太郎さんは何歳、何年生。4年生です。4年生、9歳。はい。うーん、甘いもの好き。はい。あのミルさんも甘いもの好き。はい。そうね、歯がちょっと透けて、あの間が空いてる。この間あの私歌舞伎に伺った時に、実はあなた方にお会いしたのよね、私ね。でね、その時あなたご存じない、染五郎さんご存じないと思って写真ね、あの撮らせていただいたんですよ、この写真。ありがとう。この時も手ですか。そうそうそう、はいはい、ね、それでぬいぐるみも持ってらして可愛い。こんな時ね、やっぱ夏だったんでしょうね、ちょっと、はいはい、それでお二人は絵を描くのがとても好きだと伺っておりまして、はい、今日あの宿題みたいに絵を描いていただいた、はい、そしたらね、まあお上手ってはないんですよ。でまずね、それじゃあどっちのからにしますか。どうぞちょっと、はい、あら、これはあれですかね、金太郎さん。ボン吉戦争、これ何？ボン吉戦争、ちょっと説明して。何これ、いや、大事にしてるぬいぐるみの名前がボン吉で、うん、で、なんかボン吉が戦ってるところ、戦ってる、馬に乗ってる。そうで、ボン吉は馬に乗ってる。自分はあと上手ですね、頭のその何て言うんですかね、兜といいさ、ね、犬だかなんかしなきゃ、耳やなんかちょっと見えたりなんかしてて、はいはいはい、すごくお上手ねえ、で黒い人は悪いやつなの。黒いみたいな人は悪いやつ。はい、はい、あ、そうですか。うん、こんなのすごく描けちゃうの。もう結構常に描いてる感じですね。あ、そうなんで、その下にね、はい、はい、びっくりしたんですけど、あ、これはあれなのね、あの僕娘の方ですね、うん、これはお花、何のお花見て描いたの。コスモスの。あ、コスモス、あ、ほんとね、あ、ほんと書いてありました、上の方にね、失礼しました、コスモスって書いてますね。あの歌舞伎座が、の楽屋にはあのちょっと床の間と小さい床の間があって、そこに絵をまあ描けたりするんですけど、大体もう、まあ、父や祖父が持ってる大変なものを描いたりするんですけど、あの先月は私が入った時にはその子供の絵をいいですよね額に入れて飾って。でね、これがすごいんですよ、これね、あの金太郎さんのサンマ、はい、このサンマっていう漢字もあなたお書きになったの。はい、お上手ね、サンマ本当に漢字出てますよね。このサンマ焼いたりして食べるの好き。はい、あ、そうなのへえ。これサンマを見ましたか、本当のサンマを。いや、もうあのなんか写真で、写真見て、はい、うーん、上手、なんか生き生きしてますよねなんかでも毎日そういうふうに絵描いてるの。毎日描いてるかね。うん、毎日描いてるの。へえ。あ、それかこれは、あれ、これダダチャマメ。何これは、はい、ダダチャマメ。ダダチャマメ、あの緑色のが、うん、あれ美味しいですよね。ダダチャマメって、ね、美味しいですよね。甘いとね。それとこれはジュース、ビール。あ、じゃあどなたかがビールをお飲みになってダダチャマメを召し上がってるとこ。はい、あ、そういう、じゃあお父様これは。ちょっとは決まんない。これちょっと楽屋に飾る絵を描いてって言ったらこういう絵が出てきました。そうなの、はい、いいですよね。で、ちょっと今日は何プレゼントがあるの。プレゼント、どうぞ。どうぞ。あ、ありがとう。あ、私、あら、上手ね、すごく素敵あの私そっくりまあびっくりしました。お上手ね、これね。よく私のこと描いてくださる方いらっしゃるんですけどね、これ私あのこういう顔好きなの。はあ、うん、あの顔好きって言って変ですけど、あの似てる、似てるんですけど、ちょっとなんかさ、フランスの俳優さんみたいじゃありませんか、はあ、顔が、はい、こういう顔ね、私好きなの。ありがとう、すごく嬉しいですそれでね、すごくあの
髪の毛も正しく描いてくださってね、とても嬉しいです。でお洋服もすごく私が着そうなお洋服でまあ素敵、こういう顔ね、私大好きな顔、ありがとう。ちょっとね、あのね、フランスの舞台女優さんみたいな感じしません？なんかね、すごくいいみたい、大好きですよ。ありがとうございました。頭の中から、この前の時私飴出しましたっけ？差し上げましたね。あのミルさんに私差し上げてないでしょ、飴頭から出して。では私が頭の中に飴しまってるって知ってる？ご存知？じゃあね、はい。あ、出てきた。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、欲しい。あんまりいらない。もういらない。9歳だといらないか。でも、もらえるものならもらってもいい？うん、じゃあ応用に大名付きになったら取りますね。はい、あ、どうぞ。おめでとうございます。どういたしまして、今日はまあ、ね、絵を描いていただいたので、あのとても嬉しかったのでよかったです。お父様は普段どういう方、お家で？金太郎さん、優しいです。優しいです。おお、いいわね。で、勉強はあれしなさい、これしなさいとかおっしゃんない？たまに教えてくれます。教えてください、いいわね。くんちゃんは、くんちゃんはお父様はどういう方だと思いますか？どうでした？お父様ってどういう方？面白い。やっぱり勉強を教えてくださる？はい。あ、いいですね、お父さんを勉強教えてくださるのね。大事でしょ。あなた方はあのお父様の嫌いなものってご存知よね？え、お父様ので嫌いなものね、知ってんの？私も知ってる。じゃあちょっとね、あの金太郎君から教えて、お父さんの嫌いなもの。ね、カエルとか、椎茸とか。うん、ヤモリ、ヤモリとか、ヤモリとか、ゴキブリとか、セミ、セミの嫌いなんて。ダメです。基本的にその突然うちの中入ってきたりするじゃないですか。まあその物たちは。わかります。はい、これ不法侵入ですからね、人間だったら。まあね。だからそれはもうここで罰を与えないといけないと。悪いことをしてるわけなんで、それにこう好意を寄せてはいけないんで、びっくりしますからね、本当に。あなたがびっくりするの。はい、あと今椎茸とおっしゃったけど、椎茸嫌いだと、すき焼きでも何でも椎茸って入ってるじゃないね。え、どう思います？椎茸、おき、あなた椎茸好き？はい、大好き、大好きだって。あなたは、あの甘く煮たやつも好きですね。美味しいわね、すき焼きとか入ってたらね。いや、出汁はいいんですけどね、食べるにはちょっと食べるまではいかないものじゃないかなっていうふうに思うんですよね。椎茸、で食べるものって大体そのうわ美味しそうって思うじゃないですか。椎茸が考えるにはその美味しそうだなって思わせるものが茶色なのかっていう。でも美味しそうで茶色のものっていっぱいありますよ、世の中に。茶色美味しそうっていう、そこで茶色を選んだ椎茸に間違いがあるんじゃないかっていう気がするんですけどね。そう、で出汁は好きなんですよ。大好きなんですよ、椎茸の出汁は。好き、大好きなんです。ほう、でも見るのは嫌だ。ちょっと残念、食べるものの出す色じゃない。でもあれ、お宅のお子さんみんな好きだって言ってる。好きなんだ。そう、みんな大好きだって。椎茸美味しい、甘かったら美味しいわね。煮てあるのなんかすごく美味しいですよね。頑張ってみます、うん。ハンバーグは好き？はい、ミルさんも好き？はい、お父様大好きです。この8月に日本橋で、あの染五郎さんの至高の花っていう、はい、あの藤間勘十郎さんと、ね、菊之丞さんと、で、まあ、主催する自主公演的なものがありまして、はい、至高の花、それにこの二方が、はい、まあ、ちょっと初めてという感じですけども、初めて、まあ、歌舞伎、変わった歌舞伎を書いたんですけども、それで演出して、それにちょっとこの二人も、出てもらって、はい、じゃあちょっとこの方の VTR でちょっとお出になったとこ見ていただきますね。はい、すみません、ちょっと聞きたいのですが。日本橋劇場はどこですか？そうですね。ああ。
米口君にも出ていただいて、そうですねっていう、いらっしゃい、そういうタイトルのお芝居なんです。何をお探しで。そうですね。じゃあ、そうですね。そうですね。そうですね。はい、まあ、面白い。とても摩訶不思議なお芝居を書いてしまいましたけど、でもお出になって面白かった。そうですねってだけ言うの、はい、でもいっぱい覚えなくてよかったから、そうですねだけですね、そうですねばっかりだったね。ミルさんはどうでしたか？楽しかったです。楽しかった。そうですか。まあいわゆるお芝居っていうのはね、出たの初めてだったね。なるほどね、はい、なんかあの金太郎さんは後々、まあ、あのもう初舞台をお済みになったそうですけど、歌舞伎に出る人になるかどうかはまだ決めてらっしゃらない。もう決めてる。もうでも始めたもんね、うん、じゃあもういろいろやりたいものがね結構増えてきたかね。どんなものが他にやりたいの、うん、それじゃあ、はい、何おっしゃってみて、いいわよ。はい、よく絵描いてるのもあるじゃない。なんだよ、いっぱい描いてる。勧進帳の弁慶。いや、勧進帳の弁慶はやりたい。あ、じゃあ歌舞伎いいじゃないそれ歌舞伎の中の役を考えてたの。どれ何がいいかと思って。あ、そういうことですね。それはすごい。私何になりたいかを考えてらっしゃるのかと思ったらすごい。もうね、お芝居だね、ですね。あ、じゃあもうおやりになるおつもりね。で結構もう2人でね、こう2人でうちではよく遊んでるんで、うん、この2方のご性格の違いってあります？あ、上はあのもう何て言いますかね、こう例えばその音楽で、まあ、車で音楽を歌を聴いてたりすると、うん、上の方は、まあ、もう一回かけて、もう一回って何度も何度も黙って聴くんですよ、で5回6回目ぐらいになって一緒に歌い出すみたいな感じ で、でそうまず自分でできてから始めるっていう感じですけど、うん、下はとにかくもう分かんないけど歌詞とかメロディーもちょっと分かんないけどももう声に出して始めてしまう。やっぱりほら常にこう聖子さん常にこうもう a trans creator's light. Down the timelines where stories unfold, we craft our narratives in a world of gold. Digital horizon in this momentアクションして、うん、そこでいろんなことに気づいていくってそういうタイプの違いです、ね、やっぱりあの松田聖子さんのようにって思いのとこは合ってるんじゃないですか。合ってますかね、うん、そういうあの行動ですから、まあ、金太郎の方はこうやはり歌舞伎はまずは、まあ、真似るっていうところからずっと始まっていくんで、そういう意味では性格的には、まあ、合ってるのかなって思いますけどね。そうですよね。いきなりやっちゃないで、はい、何回も何回もね、はい、繰り返してやるっていうことではね、はい、学校の授業では何がお好きなの？理科と図工です。ミルさんは学校の授業では何がお好き？体育と国語です。いいじゃない。私もそうでして学校の時一番好きなの体育と、それから国語。国語読んだりするの好き。それから作文なんか書いてあるの好きだった。お好き？作文は。そんなでもない。国語は何が好きなの？漢字。漢字？あ、漢字。漢字。
あの松たか子さんはどういう方？なんかこの間どっか行ったんじゃなかったっけ？ああどこ行ったんだっけ？なんだっけ、なんか博物館に。博物館に行ったの。なんか時々まあ連れて行ってくれたら、連れて行ってくれたり。いいわね、博物館。どこの博物館だろう。何見た？何見たんだっけ？太古の哺乳類展。太古の哺乳類展。すごいじゃない。面白かった、はい、面白いでしょ、それはね、太古の哺乳類展。アナと雪の女王は見た？はい。よかった、はい、やっぱりね。じゃあ、 あの松たか子さんがお歌いになったとこの、 あのずっと走っていくとこの、 あの歌もいいと思った？はい、いいわよね、あれね。そう、あの歌をあの高子の誕生日に、プレゼントしようって言って、あのミリが歌って、それをビデオに撮って、それを高子にプレゼントしたんですよ、ね、あ、そう。何回か撮り直したんだね、あれね。 お歌いになれるんじゃない、うん、7回目で7回撮り直したの、うん、7回目のプレゼントなさったの、はい、そうそう、さっきのお父様の置き穴物の中に、あのミルさん、ヘビとジェットコースターっていうのがあったのね。お嫌いなんですってね。私も嫌いですから。お嫌いや。あの二人にちょっとアンケートいただいたんですよ。あ、そうだったんですか。そしたらそこに全部書いてあったんですよ。でね、あのお父様にお願いはありませんかっていうことでね、はいはい、金太郎さんがね、体を大切にお仕事をしてくださいって、はい、書いてくださったんですよ、はい、それからね、ミルさんはね、ずっとかっこいいお父さんでいてください。あ、そう、ちょっと一番難しいんですよね。それ書いてくださったんでしょ、はい、とっても偉いの。さて、11月ですけど、はい、これはあの白鸚さんの、はい、もう33回忌ですって ね、びっくりしましたね、はい、あので、あの、まあ、勧進帳やりになるってね、はい、で今度弁慶なさるんですって、うん、初めて、はい、あの初めて勧進帳の弁慶をやらせていただきます。そうですね、義経を吉右衛門さんがなさる。すごいです。それから富樫は お父様が交渉さんがなさる、はい、これあなたですか？はい、これあなたやりたい役なんでしょ、弁慶って。これやりたい、はい、うん、で最後トントントン、はい、今度あの来月あの立ち持ちで、幹事長の立ち持ちで出ますので、うん、この時楽しかった？はい。座ってて足こう痺れてこなかった？痺れました。そうでしょ、痺れましたって。じゃあそうだと思いますよね。あの前に出ていただいた白鸚さんと幸四郎さんとあなたっていうのがある3代続けて出ていて、襲名の時ですね。そう、3代、はい、や同時襲名の時なんで、はい、あの染五郎さんがとても小さいので皆さんびっくりなさらないでくださいね。お父様ですよ、ちょっと見てください。その金太郎さんが今度染五郎さんになる。お父様染五郎っていうお名前は好き？好きです。ね、大好きなんですってね。ね、そしてあなたは一番おやりになりたい役が決まってるでしょ、もう、はい、何でしたっけ？べのつくもんでしょ、違う？言っちゃう？おっしゃって、どうぞ。弁慶です。ね、弁慶ですってね。あの、あなたのお父様の新興四郎さんのおやりになった弁慶を三階席から1ヶ月全部ご覧になったんですって、この前。はい。弁慶のどこのところが一番好きですか？うん、最後引っ込むところが好きです。最後引っ込むところ、六方のとこ、六方のとこ、あそこのところ難しいところですか？まあ、より一番疲れちゃって、ね、これ幕外ですしね、もうお客様の目が集まったりして、まあ、一番弁慶としては辛いところですよね。そこが良かったのかね、うん、じゃあそこのところはもうお家で一人でお稽古なんかをもなすってみてんでしょ？はい。あ、そうですか。お父様で知るのは分かりない。8歳ですか。なんかちっちゃい時ってやっぱりあんな風なの ね、 ですね。今日お父様もしかするとさ、もうちょっと金太郎さんハキハキといっぱい喋ったらどうだと思うかもしれませんけど、あなたご覧になったらあんなで何も言えないですね。でもやっぱり弁慶とおっしゃってましたね。ですね、もうね、これはずっと憧れ続けていましたのでね。初めて弁慶をやりになるっていうお気持ちはどんな感じですか？はい、もう本当に幹事長の弁慶であったからこそ歌舞伎役者になったっていう、そういう、思いがあるもので、とにかく、まあ、その思いを全てぶつけられるような、
まあちょっと思い切って前に出て、はい、おやりになってみてください。本当にお二人も今日出ていただいてありがとう。お土産もありがとうございました。ありがとうございました。この後はワイドスクランブルです。どうぞお楽しみに。